Welcome back, guys. This is Jarmco, and we are back to another episode of Mega Dimension Neptunia V2. So, I'm making this intro because, like, apparently my intro was cut or something, like, there wasn't anything, it was, like, straight back into gameplay, so, yeah. I'll see what I can do. And, so last time, we basically went to save Umeo after we defeated the mud of the the giant. We ran away because, like, we were afraid, and Izumi was badly hurt, and then Neptune wanted to take a bath, so we had quite a bad scene, and then we found out that Izumi's friend Umeo was captured trying to save the crystal share thing, the share crystal thing, and now we're here with Nepgear doing her own thing because she wanted to figure out the whole world thing, and yeah. So let's get right back to it. Let's celebrate Umeo's rescue, everyone. Cheers! Oh. Cheers. I got voice multiple people. Kanpai! Kanpai. と言いたいところだが、なぜ焼き魚パーティーなんだ。 I'm not going to be a cannibal。 なんでって、そりゃ手頃な食材がこれしかなかったからだろ。いや、釣りだめといてよかったぜ。うずめが言いたいことはわかる。そしてここで一番手頃な食材が魚だということもわかる。しかし、これではとも食いではないか。それも川魚など。Yeah. Oh, そうか。悪い悪い。うずめもこうして謝ってることだし、許してあげなよ。あと、Oh, my bad. それならいただこうか。ごめんなさい、ユミオさん。せっかくのお祝いなのに、凝ったものが用意できなくて。簡単なお菓子とかなら作れるんですけど、ご飯となると作ったことがなくて。ギアッチが気にすることではないさ。その気持ちだけで俺は十分だよ。ところでお二人はいつも何を食べているんですか？やっぱり缶詰とか携帯食料ですか？そういう日もあるけど、普段はうずめがありものの素材で作ってくれるのさ。といっても取れた素材に火を通しただけの簡単なものだけどね。Yeah, I guess. じゃあ、イナゴとかヘビとかカエルも食べたりするの？すげえ、ネプチ、それはさすがにないって。カエルとかキモすぎ。I guess. うずめ、口調。Language. Wait. Oh, that was more cutesy.There it is. でもそういうゲテモノを豪快に食べるのってかっこいいと思うな。かっこいい？ネプチ、今かっこいいって言ったか？ Oh no, you're tricking her. あれ、かっこいいに目を輝かせる娘さん、ちょっとかわいいかな。食えるようになるとかっこいいのか。なら今度挑戦してみるか。 Some people will, but not all of them. Not all of them. Don't fall for it. って騙されちゃダメですよ、うずめさん。お姉ちゃんも変なこと言って、うずめさんを乗らせちゃダメだってば。ごめんごめん、つい。 You were tricked. そうだ、うずめ。ひよこ虫たちから今回のお礼だと、こんなものをもらったのだが、どうだい？
え、しいたけじゃねえか。しいたけ。串に通して炙って食べると美味しく、そしてそれを豪快に食べる姿はかっこいいと思うよ。ダメだダメだ、しいたけばっかりはなんて言われようが絶対ダメだ。まったく、相変わらず君のしいたけ嫌いには困ったものだ。うずめさんってしいたけがダメなんですか？あの食感と舌触りだけはどうしてもダメでな。 Like Neptune with eggplants. 煮ても焼いても美味しく、そして干せば出汁も取れる便利な食材だというのに。だとしてもしいたけだけは絶対ダメだ。 That voice though. さて、お腹も膨れてきたところで、そろそろ二人にこの町、いやこの国の状況を説明しようではないか。助けてくれた例もある。君たちが望む情報を教えるため、君たちがなぜこの町にいるのかを教えてくれないか。 Quick transition。 っていうわけで困ってるんだ。なるほど、だいたい君たちの境遇は理解した。別の大陸から来た。実は地下に国があって、そこから出てきた。Or you're still a shino。 いくつか仮説は立てられるが、おそらく一番可能性として高いのが、別の次元から来た、だと俺は思う。That's the most simplest。 また別の次元に来ちゃったのかもしれないのか。Yet again。 またということは、ネプッチはこれまでにも別の次元に行ったことがあるようだね。いや、うん、ちょっと前に行ってきたばかりなんだ。いや、その時は元の次元に帰るために苦労したよ。時間の流れが緩やかなせいで何年も向こうにいたからね。That was from Victory。ならほぼ確定だろう。じゃあどうやって帰ろう。別の次元にいるんじゃイーサンさんとも連絡が取れないし。落ち込む必要なんかないよ、ネプギア。ここがどこか分かっただけでもいいさ。Yeah, I guess that's fine。場所が分かったなら、あとはそれに合った方法を探せばいいだけだよ。けど、どうやって探そう。海尾さん、本当にモンスター以外の人は誰もいないんですか。そういえば、他の国の女神様はいないんですか。すまないが、俺が知る限り、女神はうずめだけだ。けど、前は人がいたんですよね。ネットにはその痕跡がありましたよ。確かに昔はいたんだ。でなければ俺が君たちを人間だとは思わないさ。だが俺が生まれた時にはすでに世界はこんなありさまでね。だじゃあどうして世界がこんな風になったのか誰も知らないんですか。うずめはデカ物が原因だと言っているが、それ以外にも原因があると俺は思っている。それならこれを見てください。壊れてますけどネットで見つけたんです。これは日誌のようだね。ところどころ文字がバグっているが実に興味深い。海尾さん、私この世界のこと調べようと思うんです。なら微力ながら俺も力を貸そう。もしかしたらこの世界を救う新しい発見があるかもしれない。ありがとうございます。ところで先ほどからうずめが静かなようだが。 What's happening? Oh, sleeping. Cute. どうやら眠っているようだ。疲れている上にお腹も膨れれば眠くもなるか。二人とも疲れているのに付き合わせてしまってすまないね。
いえ、気にしないでください。そういえば、ミオにウズメのことで聞きたいことがあるんだけどさ。ウズメって、たまに性格とか口調が変わるよね。あれってなんで？あの子は、無理をしているんだ。無理？元は女神カゴのような明るい性格の女の子だったんだよ。あ、性格は軽くても、根は真面目な子だったからね。それでは、この滅びに向かう世界で暮らす俺たちの心の拠り所になれないと思ったのだろう。うん、このサバイバル生活や戦闘の中で性格も口調も徐々に変わっていったんだ。娘さんにそんな過去が。だからかっこいいのにこだわってたんだね。 Changed in the vows of war。 彼女の中ではかっこいいイコール頼りがいがあると思っているところがあるからね。でも人の性格っていうのは簡単に変えることができないからね。もともと夢見がちで妄想癖のある子だったせいか、そういう時によく素に戻るんだ。確かにそういう時に限って性格特徴が変わってましたね。さて、今日はもう遅い。これからのことは明日起きてから話そう。君たちも疲れているだろうから、今日は休むといい。そうですね。戦ったせいか疲れちゃったかも。それではおやすみなさい、ウミオさん。おやすみ。また明日ね。あ、おやすみ。いい夢を見るんだよ。Oh, next station. New episode. Suddenly starting again, today is next station. With me, your host, Neptune. Today I'm joined by me, Uzume. Uzume Tanaboshi with an awesome progress just for you. Man, I'm glad we were able to save Umio safely. Yeah, I was able to defeat that mutt too. It must be because I'm so cool.Well, let's forget about whether Uzume is cool or not for now. Let me just switch it back to English, so next time. What? Since we're here, let's try acting out an episode preview thingy. Take it away, Uzume. After saving Umio, what waited Nefsi and Crow was another type of hell. Greed and fire sudden after destruction.A city of platform zero created after 100 years of war. If you throw vice, treachery, corruption, and chaos into a blender, you get zero dimension. Next episode, Swirl. We'll have you follow Nefsi and us into hell. That wasn't really an episode preview in the slightest, but oh well. Bye bye. Bye bye.This music though. I want to eat pudding!困ったな。プリンなんてどこにもないよ。作ろうにも材料もあるはずないし。プリン、うー！ Such a little kid. 騒がしいみたいだが、どうかしたのか？いや。相変わらずネプッチは賑やかだね。あ、ウズメさんにウミオさん、それがちょっと困ったことに。プリン、うー、プリンがないと私死んじゃうよ。プリン。クライビー。というわけなんです。なるほど、そういうことか。しかしプリンは作らないとないな。やだやだやだ、プリン。やれやれ、これではネプッチとギアッチのどちらがお姉さんかわからないな。けどネプッチの影響か、俺もプリンを食べたくなってきたな。でしょ。
しょでしょ。梅のプリン食べたいよね。カラメルソースがかかった冷たく冷えたカスタードプリンのほろ苦い甘さ。一日食べないだけで海洋性な私はセンチメンタリズムを感じちゃうよ。カスタードプリンか。けど抹茶プリンやチョコレートプリンもめっちゃいいよね。あなお。案外そこの百貨店が入ってたビルの食品売り場に材料とか残ってないかな。プリンの元があればさらに超ラッキーみたいな。Her voice is slowly changing into higher pitch. 残ってたらうずめ久しぶりにスイーツ作ってみんなにごちそうしようと思うんだけどな。With tots.プリパするのはどう？ベイクパティパ。あ、プリパっていうのはプリンパーティーの略ね。ああ。超楽しそうでしょ？まあ、プリンパーティーも悪く。Yeah, this. Slowly changing. けど、問題は材料だよな。確か牛乳と卵が必要なんだよな。世界がこんなアリゾナじゃん、どっちもなさそうだね。True。 あ、いや、卵ならあるかもしれねえ。 Then all you need is milk. What? Is it... Oh. なぜ俺を見ているんだ? No. No, not that. プリンって魚卵でも作れるのかな。I doubt that. 魚卵。魚プリン？これは新たなプリンの予感。待ってくれ、二人とも。ここはまず落ち着いてほしい。Oh no. どう見てもオスだ。お腹をさばいても君たちの望むものは何も出てこないぞ。Oh, oh. 今日ほど俺をオスに産んでくれた両親に感謝したことはないよ。海尾さんも苦労してるんですね。よしね、プチ。もしかしたら材料が残ってるかもしれね。探しに行こうぜ。Let's go. そうだよね。少しでも可能性があるなら探すべきだよね。Oh wow. I'm home. So this is what they call a game menu screen. Then let's talk to them. I like to eat something good.Oh, okay, no voice. This isn't a song. Tenax, thanks for taking care of me. We'll cook up something for you, Izumi. Whoa, really? Whoa, really? Sweet! No. Whoa, really? Sweet! Craving anything in particular? I definitely gotta get some protein before I fight the giant. I'll have some meat, please. Nepgear and I will whip up.Nepgear and I will whip up the best meat dishes we can think of. Let's see. Sorry for the wait, Izumi. Here, this is Salisbury steak. Oh man, this is a Salisbury steak. I've heard about how delicious they were, but this is my first time eating one. Munch, munch, munch. This is great! It's super delicious! I'm glad you like it.Next is my dish. It's a special Nep Nep style katsu bowl. Holy cow! This is the katsu bowl of my freaking dream! Nom 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 nom. Wow, this is such a great blend of egg and katsu flavors. I didn't know you were such a genius in the kitchen, Nepsy. Dead eggs.
So they kept me pudding also. Ah, you're making me blush. It was worth having Nebby teach me how to make it, even though there was quite a bit of trial and error. I guess I can't taste how seasoning could be used on minor drinks, but it's still delicious. I feel like if I eat this tomorrow, I'll have the strength to take out this giant. Nepsi, please recreate this dish for me tomorrow. About that. What's wrong? The fact of the matter is, actually, we used up all our supplies to make these. Everything else ended up as black suit. Oh, what? Maybe I could have seen these came out edible. Yeah, you were gonna feel it, right? I'll give you a bit. What hint are you gonna give us now? You already told us about that, so Napgear. Napgear, I found some eggs! Yeah. とりあえず必要そうなの片っ端から持ってきたぞ。おずめさんもですか？そこで行商人のモンスターがお店を出してたんだ。 What? しかも取れたて&絞りたてで新鮮らしいぜ。これはいくらなんでも都合が良すぎるような。 Yeah. けど食べられる材料があるならこの際何でもいいじゃありませんか。じゃあ早速プリン作ろうぜ、ギアッチ。はい。じゃあ、私はそれまで海音と遊んでよっかな。そういえば、ネプッチとは二人でゆっくり話したことがなかったね。What's that? この音何？すまないネプッチ。どうやら仲間からの連絡のようだ。Where?退屈だな。まあ、いっか。空腹は最大の調味料っていうし、適当にお散歩してこようっと。Umiya looks like he'd grown legs as he matured and eventually became frog, but how is he in reality?I don't know what you're on, but that can't possibly be true. He's a damn fish. You're right, that'd be ridiculous. Umiya, what's with that body? What are those creepy legs? You're being quite rude, Dempsey.Look how beautiful these legs are. La la la. La la la. Legs. His legs. Please, anything but those legs. Looks like they're having the same dream. But what did they mean by his legs?I'll probably train later when I'm done with this episode. For now, I'll just go along with the story. And we'll hope that we can beat it. More happy music. I added that there's an English part for this. これはどういうことだ？できるまで退屈だったから散歩に行ってきたんだけど、その時ヒヨコムシたちと会ったんだ。ああ。それで
やっぱり美味しいものはみんなで食べた方がもっと美味しいと思って招待したんだ。 Do they have enough? そりゃナイスだね、プチ。持ってきた材料全部使ったせいで作りすぎてしまったからな。 Convenient。 おかげでこっちもお腹ペコペコ。プリン楽しみ。なら俺はお茶を入れよう。こんな場所だが、お茶会としゃれ込もうか。いやー、食べた食べた。やっぱり一日に一つはプリン食べなきゃ始まらないよね。ねっプッチは本当にプリンが好きなんだな。ウミオさんの入れたお茶とっても美味しかったです。これってなんていうお茶なんですか？俺のオリジナルのブレンドさ。あくまで趣味として作ったものだが、気に入ってくれたのなら茶葉を分けてあげよう。オリジナルブレンド。本当ですか？ありがとうございます。ウミオって見た目以外は本当にイケメンなんだね。 He is。 あ、見た目も十分イケメンだと思うけど。There's a debate。そういうセンスだったんだ。 There's a debate on that。 さて、お茶会も落ち着いたところで少し今後の作戦会議をしたいのだが。 Yeah。 俺は構わないぜ。私も大丈夫だよ。プリンを食べてお腹もモチベーションもマックスだよ。では早速だが、先ほどシェアクリスタルがありそうな場所を見つけたとの連絡を受けたんだ。今までの戦いでだいぶ消費したからな。しかもだ、その場所にはたくさんのシェアクリスタルが眠っていると推測できるらしい。 Will we finally see Neptune transform and show them? それならあの作戦もできるかもしれないな。 What plan? 鍵となる企画のシェアクリスタルさえ揃えばこちらの準備は整う。となればようやくこっちから打って出れるぜ。ねえ、二人が言ってるあの作戦って何のこと？私とネプギアにも分かるように教えてくれると嬉しいな。ああ、そうだったな。悪い悪い。一言で言えば、君たちも見たあのデカ物を倒すための作戦さ。ネプ、あのでっかいのを倒せるの？何度もあいつと戦ってくうちに分かったんだ。あいつはシェアの力に弱いってな。Interesting。 しかし奴はその巨大さゆえに一点にシェアの力をぶつけても効果はあまりない。だから大量のシェアクリスタルを使った特殊な結界を作って閉じ込めようとしているんだ。おお、なんかすごい作戦。それならでっかくても一コロだね。 We won't know yet until we try。そういうこった。だから早速シェアクリスタルを回収しに行こうぜ。 Let's go。 So just been two places。 Let's try going here。 Let's goGinku Sakura Park。 Huh, so there are share crystals hiding even in a place like this when it looks so beautiful。 この国にもまだこんなに綺麗なところが残ってたんですね。シェアクリスタルがある場所だけだけどね。 Huh。それってどういうこと？この国、いや、この世界の土地はもうほとんど死んでいるのさ。土地が失われるということは、女神が国を守護する力がほとんどない証拠なのだと。俺、そもそもゲーム業界の国というのは守護女神ありきで存在しているのだが。それは私たちの国も同じだね。私がいないとプラネティウノは始まらないもんね。しかし文献に残っていた情報によると、
その女神の力の源は人々の信仰心だったという。I mean, that's the share crystal, basically. 人間のいないこの世界では、もはや女神は本来の力は発揮できないだろう。そして各地に眠っているシェアクリスタルは、過去に存在していた人々の信仰心の結晶なのかもしれない。女神と国民は互いに持ちつ持たれつの関係で国を作っているんですよね。前に冒険した別の次元のゲーム業界でもそうでした。じゃあゲーム業界って場所はどこも一緒なんだね。なら説明がしやすくて助かるよ。最近の調査で分かったんだが、この世界にはこの国しか存在しない。山や海の向こうには文字通り何もないんだ。やっぱりそうなのか。嘘！それじゃあ冗談抜きにリアル世紀末状態？ Apocalyptic. No effing way. Neptune was close to swearing. Neptune. 世紀末という言葉が可愛く聞こえるほどだけどね。Point. 話を戻すよ。しかし女神であるウズメがいるにもかかわらず、緩やかにだがこの国も大地もろとも滅びようとしている。 いえ、シェアの供給をシェアクリスタルに依存しているウズメでは、世界に女神として認められていないのではないかと予想しているんだ。そんな女神のいないこの世界はすでにゲーム業界ではないのかもしれない。そんな世界最後の国であるこの国が滅びると、この世界はどうなると思う？ It's dead. なくなっちゃいますよね。 Yeah. そんな元ゲーム業界にあえて名前をつけるのであれば、ゼロ次元だろうか。だけど俺は絶対諦めねえ。世界に認められてなかろうが、現にあいつらは俺を女神として慕ってくれてるんだ。最後まであがくさ。話を戻すが、この場所が自然豊かな理由、それはこの森全体がシェアクリスタルの影響を受けていて、so、if it... 死んでいないからさ。So if we took it, it'll probably wither. Wouldn't it? だからこの世界ではシェアクリスタルが眠っている場所イコール自然の豊かな場所となるわけさ。で、付け加えるなら、ここはでかい森だろう。つまり、それだけ強い力を持ったシェアクリスタルがあるってことさ。じゃあ、ここのシェアクリスタルを持っていったら、この森枯れちゃうの？いや。そうなるね。けど、こういう場所は貴重だからね。全部は持っていかないようにしている。よかった。それなら、今度お花見に来れるね。お姉ちゃん、海尾さんが重い話してたのにそんなこと考えてたんだ。分かってないな、ネプギアは。こういう切羽詰まった状況だからこそ、お花見みたいな日常的な娯楽が大事なんだよ。そうだな。デカブツを片付けたら祝勝会も兼ねて花見に来るのも悪くないな。じゃあその時はまたヒヨコムシとか他の仲間も連れてきて、みんなでパーッとやろうよ。あ、それいいかも。じゃあ私今日みたいにたくさんプリン作りますね。なら俺も作るの手伝うぜ。もっといろんな味を食べてみたいしな。娘のあんな楽しそうな表情を見るのは、できることなら彼女にはずっとあの笑顔でいてもらいたい。What the heck? I guess that's them being created. I'm late. Hey, I wasn't ready. Can you do something? Did you do something? It is my turn.I'll leave it to you. I'll be serious! Emergency!
Please stay down. Mission. I've been waiting. Same. I'll end this all. Yeah! To the chest! Now then, what shall I do? I've got you. I apologize. I'll mess you all up! Rush you up! Order up! Total victory! I did it! I leveled up! Nice. We won! Cha-l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 a! 15. Pretty much. Hot edge. Okay, what's this event? What kind of doggy was that? Yeah, yeah, Uzume. 久しぶりぬら。おお、ぬらりんじゃないか。Oops. 久しぶりだな。あれ、もしかして。このスライムもウズメのお知り合い？あ、こいつも俺の仲間だ。名前はヌラリンって言って、こう見えてスライム族の若旦那なんだぜ。へえ、スライムも見た目によらないんだね。ほら、ヌラリン、こっちおいで。おお、よしよし、かわいいやつめ。ヌラララララ。この子、意外とテクニシャンヌラ。で、どうしてお前がこんなところにいるんだ？ここを見つけたの、僕らなんだヌラ。やっとウズメの役に立てたヌラ。そうか、ここを見つけてくれたのはお前らだったのか。ウズメさん、ほんとモンスターたちに好かれてるんですね。俺は別に何もしてねえよ。こいつらが勝手に懐いてくるだけさ。今僕の仲間がクリスなら俺らも探しに行こうぜ。こいつらばかりに苦労はさせられねえ。こういう時くらい頼ってほしいヌラ。ウズメはもう少し女神らしくどっしり構えているヌラ。そう言われてもな。そういうのは俺の柄じゃないんだよな。わかるわかる。ウズメって私と一緒でじっとしてられないタイプだよね。まあそういうことだから俺も一緒に探せよ。俺たちは向こうを探してみるから、もしそっちで見つけたら呼びに来てくれ。わかったヌラ。さて、ほう、R4. Critical edge. Iku yo. No. Missen. Ouch. No. Shishi Hunjin. Let's go.Let's see. I can't find nothing. Do you see? Are any dog over there?Oh my gosh. ない。
うずめ、ネプッチもお疲れのようだし、この辺りで少し休んではどうだい。 She's never been really a physical person. そうだな。まだ先は長いだろうし、ひとまずここで。ヌラー、ヌラー。What the heck? どうしたんだ、ヌラリン。そんなに慌てて。シェアクリスタルを見つけたヌラ。一緒に来て確かめてほしいヌラ。いやー。本当か。今まで見たことのない大きさだったヌラ。よし、ならようやくデカブツを倒すことができるってもんだぜ。よかったですね、トズメさん。けど、いいな。いいって。シェアクリスタルか？うずめさんはシェアクリスタルがあればシェアエネルギーを補給することができますけど、私たちにはできないので。私たちにもシェアエネルギーがあればもっとうずめさんの力になってあげられるはずなんですが。気にすんなって、今でも十分助けてもらってるさ。俺個人としては女神化した3人が揃う姿を見てみたいけどね。You see that someday. 確かにそれって超かっこいいな。まるで特撮ヒーローものみたいでいいじゃねえか。ねえプッチ、ギアッチ、ものは試しだ。俺のシェアクリスタルを使ってみるか。それで女神化できたら苦労はしないよ。残念ながらこのクリスタルからじゃシェアは得られないかな。なら食ってみるか。いやいやいや、シェアクリスタルなんて硬くて食べれるわけないって。なら細かく砕いて粉末にするのはどうだ。あ、それなら美味しく食べれるかも。反応するの。そこ、さすがにそれは無理があると思うぞ。ならさ、ウミオたちが頑張ってシェア出せないかな。仲間たちの力を借りて3人同時に女神かとか、アニメや特撮ヒーローみたいでかっこいいと思わない？うん。はあ、ねプッチたちと一緒にかっこよく変身して戦ってみたいな。君が望むならできるかもね。え、それってどういう。それと口調が戻ってるよ。まあ無理なら無理でそれはしょうがないさ。とにかく今はシェアクリスタルを取りに行こうぜ。R4。 ほう、やつらは何かを企んでいるのか。アイテムだな。Hey everyone! I brought Uzume with me. Oh my gosh. I hear you guys found this place especially for me. I couldn't thank you enough. Oh, it's Miss Uzume-kun! Miss Uzume is here! We've been waiting, Miss Uzume! Oh, Miss Uzume thanked us, Goo! I'm so happy! There's voices though.Doggoos, and they're speaking all friendly-like, too. Compared to yours. Oh gosh. Seeing them warm up to Uzume like this is gonna make it a lot harder to fight them back home. So, my friends, where's this share crystal that you discovered? It's right over here, Goo. Please take a look. But his voice. Oh man, you guys weren't playing around! This is definitely a share crystal! Its size is remarkable. Uzume, we can finally proceed. I know, I can feel it. The amount of share energy crystallized in this thing is amazing. Everyone, thank you so much! With this, I'll finally defeat the giant! But why bother?
Please, allow me to put an immediate end to your delusions. R4? What's going on? Are you serious? No way! Why did it show up now of all times? Is it targeting Uzume or the Share Crystal? This is definitely bad. Doesn't matter. Little do these idiots know, this actually is gonna work out in my favor. I'll crush the giant, here and now! Nepsi, Gearsy, lend me a hand! Leave it to us! Yeah! Hey, you big idiot! This ends today! I've crafted this technique especially to defeat you! Prepare to die! Well, I can't have you do that now, can I? What? What? It can't be! How can this be possible? Are you friggin' kidding me? Come on! Dang it! Who's out there? We literally just found that thing! You earned it, brat! Who the hell are you? I suppose this is the first time we've met like this. Very well. I will tell you. I am called R4. Along with the Dark CPU, I am the one who will bring about the end of you and your world. That costume, though. R4? Oh, I see you have heard of my power. Not, I guess. Not about that. She an acquaintance or what? Honestly, she's like one of those annoying relatives you don't like too much because she's always criticizing or picking fights with you. Oh. Ahem. Let me explain to those in the audience new to the series. Fourth wall breaking time, let's go. We fought this herald boss lady character called R4 like a billion times in the older games and anime releases. She's so boring. I seriously don't even want to look at our snore right now. She's not about to make us enter a boss fight, is she? Ugh, I'm so over it. I'm so over it. Big sis, maybe you should be less meta in explaining it so the players get a more immersive, believable experience. Yeah. But in our world, R4 should have perished. And in the other dimension, I thought she had reformed completely. But we're in another dimension. Which means that this R4 must be different from the ones we've seen. It seems like you brainiacs were hatching a fairly thoughtful scheme with that crystal. It's too bad. Now, Dark CPU, annihilate every last one of these insolent brats! Oh no. That is bad. I can't take that boy seriously. Oh, the flip phone! This kind of map-wide weapon is a rule violation! Where's your sense of sportsmanship? Prattle on all you'd like. Your end is nearing by the second. No need to hold back, Dark Purple. Thoroughly grind them into dust. Help me! Oh. Damn it! If only I had the strength to deploy, if I had more power. But even if I can't win, at the very least, Nepsi and the others. Hey, Nepsi and Gearsy, take Goobs and everyone else and run! Uzume? What are you talking about? I'm the only one it's after. I'll be the distraction while you get everyone out of here. No, I don't wanna. I'm not leaving you behind, Uzume! No, I don't wanna! This is my fight! This doesn't even concern you! I got you all involved in my fight! My problem! I can't let you die because of that! We're not like that. Well, we don't want you to die either. And now that we're friends, this does concern us. Consider us involved.
I feel the same way as Neptune. I know we just met, but I could never abandon a friend in need. Hey, come on! The way you two are talking makes it sound like I won't make it. You're worried about it though, right? The share crystal's broken. You have no power. You look totally desperate. What? Oh, jeez. With a face like that, it's even more impossible for us to leave you behind. But we don't have enough share crystals to even think about flipping this situation around. Our plan failed completely. Don't sweat it, pal. We don't even need those crystals. We're gonna beat this thing up the old-fashioned way. Friendship power. Neptune, what do you mean by that? No way. This is share energy? I feel power flowing through me. Yeah, we're being the friendship for everyone. What is this? Huh? Could it be? It's over, Goo. We're so dead. Don't give up, Goo. Uzume, she's gonna definitely do something big. That's right. She always managed to come out on top before, and today we have two more friends helping her. Goo. That voice though sounds familiar. Is it you guys? I understand now. The faith of the Dagoos is flowing into us as share energy. Must be a lot. Yes, that's it. What's this? You'll be followed now. Just like always. But aren't the Dagoos monsters? How can this be? It's never happened before. Fate. Not sweat the small stuff like logic or plot development. Let's just beat this fool up. Yeah, don't sweat it. Just go along with it. Let's go, little Nep. Yeah, but it's some new cinematics there. We'll show you the true power of a CPU! That was some new graphics there. What are these forms of yours? CPU Purple Heart, I have arrived. I have arrived. Yeah, I love that voice. I'm Purple Sister Nepgear. Don't underestimate me just because I'm a CPU candidate! You twerps were CPUs? What was that? Was that a memory? That's definitely like a tentative place. Why would I see that now, of all times? Whatever, it doesn't matter right now. If we have the share energy, then there's only one thing to do. Goobs, we'll put your wishes to good use. I messed that up. And then, sharing field activate! Sharing field? Sharing field. What the hell is going on? I know, right? What is this? This field. This is incredible. What is this power? The plan is a huge success. We captured it within the field. I knew you told us we could contain it, but I didn't expect this space to be created. Is this due to the power of the share energy? This is a subdimension created by Uzume's ability. Uses share energy as a medium. Wow. Uzume's ability? What is this field? Why can't I gather my strength? Sit down and shut that old lady mouth of yours up!
totally gonna beat up this silly giant you're so proud of. Sit down, old lady. Okay, here we go. The first and final, real and true fight. Fights with Dark Sibius are giant battles that differ from regular battles. Giant battles are regular in a special place called the Sharing Field. You're gonna use normal combat attacks like a giant mage. You have to battle using skills. There are some skills that can be used during these battles. In the Sharing Field, you will discover some SP every turn. Watch your SP consumption and recover carry. Okay. Initiative. Four move characters getting hit once. Fight effectively. Okay. So just jump when they're going to attack. Just keep moving. And don't clump up. This is damaging you. Oh, this is the first of these for me. Let's see how it goes. And I fight. Uh-huh. What shall I do? Can't reach. All right, I'll go calmly. My opponent. It's Uzume's turn. We need to keep jumping away. We need to move. Let us begin the banquet. It is my turn. Yeah, it's definitely, this is definitely new for me. We're running out of FPBL. Target lock. Let us begin the banquet of despair. Whoa. Let's end this. And the back of the head. Now then, what shall I do? Use this. Heal yourself. I'll use this. Then. Doubt.
My turn. Cross combination. True, the atoning lies. Now then, what shall I do? I won't hold back. Here we go. Leave it to me. It's Uzume's turn. I'll spin you all up. We finished it. That was definitely something. Even though it's like laggy. Latest technology. Scout effect. What is this? Mystic Ruby. Level up. Water pistol. Did we do it? Yes, we've defeated that monstrosity. We did it! We did it! We won against that giant! Thank you. Thank you so much, Nepsian Gearzy. There's no need to thank us. It's not over yet. Huh? R4's still here, right? Oh, that's right! That old lady appeared so fast, I completely forgot! To think that the Dark CPU could possibly lose to idiots like you! Now then, whatever shall we do? Perhaps we should place the old lady in captivity and interrogate her. You want to capture me? Huh. What could you possibly do to me in your current state? Yeah, whatever. We have more people than you. How aggravating. I will have to withdraw for the time being. You're running away? Enjoy what little time you have left until the next time we cross paths. I can't reach that high. It would be like voice cracking. It would appear so, but honestly, we were not ready to take her on. At least they can transform now. I'm so worn out. My legs feel like noodles. Oh, mine too. I'd be pretty happy if I didn't have to fight again for a while. Ooh. Same here. Still, it's kind of a shame. A shame? You mean that R4 just escaped? Nope. I just thought that it'd be great to drink some cold juice since we're so worn out, but we don't have any, so yeah, it's a total shame. Then once we get back to base, we can have a toast together. Although, I think I just need to sit here for a little while. I can barely move. Oh! Are you okay, Uzume? Why are you screaming? At last! I finally put that giant 6 feet under! How can I contain that excitement? Uzume, although I truly understand your sentiments, I would appreciate if you'd refrain from yelling right into my ear. Oh, he has ears even though he's a fish. I wonder where he's hiding them. Yeah, I actually wondered when he said that. Where is his ears? And it's all because you two stayed here by my side, fighting the good fight. I want to thank you formally, so thank you. No problem. Man, all I keep doing is giving thanks. Whew, I can't really walk anymore either. Hell, I can't even stand. You've worked so very hard. By all means, rest. We defeated one now, so we just need... So there's three more, I think. Okay. Wait. They said we can rest, but we had to go all the way back, so we're still walking. Let's try going here. So this is what they call a game menu screen. Let's see. I'll level up in my free time anyway. Pudding, pudding.
no voice. I wasn't sure what was going to happen from there, but I'm glad we won. そうだね。でも、どうして急にシェアが得られるようになったんだろう。シェアって人間からしか得られないはずだよね。それは、と、その前に、ウズメはどこだい？ウズメさんなら、先にシャワーを浴びに屋上に行きましたけど。なら好都合だ。これから話すことは、ウズメに聞かれたら困るからね。OK。それ…ウズメには、ある特殊能力があるんだ。特殊能力？彼女には、自分の妄想を現実に変える力があるんだ。Reality changing powers。それってつまり世界の事象に干渉できるってことですよね。けどそんなことできるんですか？さすがに大規模な事象への干渉改変はできないけれど、二人にも心当たりはないかい？彼女が妄想したことにより。都合のいい結果が起きたこと。That was her. もしかしてプリンの材料ですか？そうだ。あの時彼女は妄想し望んだんだ。だから材料を手に入れることができたんだ。そして今日も彼女はあの場所で妄想し願った。俺たちモンスターから信仰心を得られることにより、三人で共に女神化すること。あの時急にシェアエネルギーを得られるようになったんだ。すごいじゃん。超チート能力じゃん。あれ？けどどうしてそんな便利な能力を今まで使わなかったの？うまく使えばデカブツも倒せたんじゃないの？この力は少々厄介なところがあってね。ウズメが本気で妄想しなければいけない以上、狙って発動させることはできないんだ。そしてそれは彼女の妄想に込められた無意識な願いによって事象への干渉規模が決まると言っていい。だから俺は君たち二人には本当に感謝している。ウズメにこの世界のシェアのありさまを変えさせてくれたのだから、手遅れでなければこの世界の崩壊も止まってくれればいいんだが。そっか、だからウミオはあの時ちょっと誘導的なことを言ったんだね。よく気づいたね。まあ偶然ってやつ。珍しく海洋がウズメの話に乗ってたからちょっと気になってたんだ。そういうことだから、この能力についてはくれぐれもウズメには内緒で頼むよ。ねえ、ウズメ、ちょっといいかな？お、なんだ、ネプチ。これからウズメはどうするのか気になっちゃってさ。なんだ、そんなことか。そりゃ、次はポットでの紫ババアを倒すに決まってる。ま、デカブツを倒した俺の敵じゃないと思うかな。じゃあマジェコンヌを倒したら次はどうするの？次はって、はあ、なんだそういうことか。じゃあ私がなんて言いたいかもわかるよね。ああ、一緒にネプッチの世界に行こうだろ。ウズメ、私たちもうすっかり以心伝心だね。ネプッチの気持ちはすげえ嬉しいよ。それにネプッチの国だからきっとすごくいい国だってのはわかる。けどごめん、一緒には行けない。どうして？ここには誰もいないんだよ。そうだ、二人で一緒に女神をやるってのはどう？娘なら国民のみんなだってすぐに受け入れてくれるはずだよ。実はさ、昔みんなで話し合ったんだ。この世界を捨てて
異世界へ逃げるのはどうかって。でもみんな言ったよ、仮にそれが可能でもこんな世界だけど、自分たちが生まれ育ったこの世界を最後までみんなでこの世界であがこうってさ。まあその後調べた結果、そもそもこの世界の文明レベルじゃ次元を超えることはできないって判明したってオチなんだけどな。娘、なんだよそんなしけた顔すんなよ。別に根性の別れじゃないんだし、もしかしたらあの紫ババアが世界崩壊の原因で、倒したら元に戻るかもしれない。そうしたら俺はこの町を、いやこの国を復興する。ゼロから、いやマイナスからのスタートだが、ネプッチの国に負けないようなすげえ国にする。それが実現したらネプッチの国に遊びに行くよ。けど一人は寂しくない？心細くない？まあここにはウミオもいるし、ヒヨコムシやスライムたちだっている。まあそういうことだ。プリンばっか食って怠けてるとあっという間に追い越しちまうぞ。そうだな、人口はざっと10万、あ、いややっぱり100万は欲しいな。でもって街中にはエレベーターや動く歩道やガラスのチューブの中をタイヤのない車が飛んでるんだよ。そして国民は全身タイツみたいな服を、ってそれはダサいからやっぱいいや。で俺は思うんだが、時代はまさに情報化だ。インターネットを普及させて、ゲームだってオンラインで遊べるようにするんだ。オンラインなら自宅にいても格闘ゲームやレースゲームで対戦できたり、 RPG で一緒に冒険することもできるんだ。 Ironic。 そんなすげえ楽しい国を、いや楽しい世界を俺が作っていくんだよ。それってすげえかっこいいことだと思わないか？そうだね、すごくかっこいいことだと思う。最初さ、目覚めてから真っ先にやろうとしたんだけど、その時は誰もついてこれなかったんだよ。ウミオには10年は早すぎるって言われたよ。わかるわかる、私もよく言われるよ。けどありきたりなものより、まだ見たことがないものを求めて夢見ることは悪いことだとは思わないぜ。それにこうして夢を妄想するのは楽しいしな。実現するといいね。ああ、絶対実現してみせるさ。Oh. Do you know what time it is? It's Nep Station time! Your hosts today are Neptune and Nepgear, reporting live. So Nepgear, never thought we'd be able to transform, huh? Indeed, what was even more surprising was that it was due to Sumi's ability. I didn't expect our first HDD battle to be against that giant eater. Wow! Speaking of unexpected, that one person showed up again. What's up with that, right? Alright, Arthur or Bill Convey or some such name excellent colored person, right? Neptune, you're really doing that on purpose, aren't you? Well, excellent lady is just a foil at this point, so let's forget her and move on to the episode preview. Take it away, Nagir. A new enemy targeting us stands in Usume's path as she searches for a new way to send us home. Countless monsters attack, Neptune finally activates the forbidden system. Next episode, give you strength. Today's preview is still kind of wasn't a preview, but don't worry about it. We're working out the kinks. We'll see you next time. What's the forbidden system? Gada. I wanna hear that again. こら、二人とも
いつまでだらけているんだ。少しは若者らしくシャキッとしないか。だってでっかいのと戦った時の疲れが取れないんだもん。俺もなんだか気合が入んなくてよ。だるー。くだーけだー。まったく今までの威勢は一体どこに行ったのやら。ごめんなさい、なんだかお姉ちゃんまで迷惑をかけちゃって。気にすることはない。こんな風に燃え尽きるほど二人とも気を張っていたんだろう。それに元の世界に戻ればまた仕事漬けの日々が待ってるんだし。ならばギアッチ、今日は俺に付き合ってくれないか。私ですか？なんだなんだ、もしかしてそれってデートの誘いか？まさかここに来てネプギアに持ってきておらい。 Cover their face。 これは姉として二人が健全なお付き合いするかチェックしなきゃ。よしネプチ、そうと決まれば尾行だ。そうなんですか。照れるギアッチは可愛いな。けど残念ながらそんな洒落たものじゃないんだ。昨夜散歩していた時に興味深い施設を見つけてね。そこにギアッチが求めるデータがあるかもと思って。なんだちょっとびっくりしちゃいましたよ。もしかしてギアッチはそっちの方が良かったのかな。 Are you serious? もうからかわないでください。ははすまない。ははさてそういうわけだが、ウズメとネプッチはどうする？俺としては二人が来ても構わないけど。ここにいても特にすることないし、俺もついていくかな。ネプッチはどうする？ウズメが行くなら私も行く。一人で留守番ってのも退屈だしね。ならみんなで行こうか。What? Let's finish this the conversation first, and then we'll see what happens. Huh, I never knew this place existed in the city. What's up with this equipment? Does it work?俺も見つけた時は驚いたよ。まさかここまで綺麗な状態で残っているものがあると思わなかったからね。あの、海代さん、ここ調べちゃっていいんですよね？何の施設かはわからないが、調べたところで困る人はもういないだろう。やったー！じゃあ早速ここのメインコンピューターやサーバーを調べさせてもらいますね。まずは N ギアを有線でつないでっと。どうネプギア、なんか面白いのあった？おーいネプギア。今ギアッチはとても集中しているようだから、あまり邪魔はしない方がいいと思うな。あれ、まさかここって。何かわかったの？てっきりここは通信系の施設かと思ってたんだけど、転送施設だったみたい。転送施設？けどここにあるのはあくまで近隣の町同士を行き来する程度の装置。そしてあくまでも私の予想だけど、この装置を見る限りこの世界の科学レベルじゃ次元を超える装置はなさそう。やっぱりそうだよね。ごめんね、期待させちゃって。いいっていいって、
それならまた別の方法を探せばいいだけだよ。ん？この音はなんだ？これ私のエヌギアの着信音です。けど電波がないのに。ふん。通信？誰から？あ、イースンさんです。お姉ちゃん、イースンさんから通信が来てる。本当？まさかイースンに次元を超えて通信できる機能があったなんて。はあ、That'd be something。気が短いところがあるから早く出ないよ、ネプギア。はい、私です。あ、ネプギアさんですか。よかった、やっと連絡がつきました。ネプテューヌさんはご一緒ですか。はい、お姉ちゃんも一緒です。ヤッホー、イースン、久しぶりだね。元気してた？お二人が無事なようで何よりです。突然いなくなるものですから心配したんですよ。ごめんなさい、何度もイースンさんに連絡を取ろうとしたんです。いえ、ネプギアさんが謝ることではありません。何せお二人は今別の次元にいるのですから。はい。ん？あのネプギアさん、どうして驚かないのですか？え、どうしてってどうしてですか？だってお二人は別の次元にいることが判明したんですよ。普通は驚くはずです。はぁ、甘い、甘すぎるよ。いい、こっちはすでに別次元にいることは予想済みなんだな。これがHow do you like that? まさかネプテューヌさんがそこまでご自分の身に起こったことを予想していたとは。もしかしてどこか頭を打ちました？ちょっとイース、何気にそれひどくない？私頭なんてどこにもぶつけてないし、頭の回転が速いのはいつものことでしょ。ですがネプテューヌさんといえば最近ぐうたらしているイメージが強く、遊ぶことにしか頭を使っていなかったような。なんだ、ネプッチは元の世界でも相変わらずだったんだな。おや、そういえばそちらにいるのはどなたでしょうか。うずめさんとうみおさんといって、この世界で私たちがお世話になっている人たちです。うずめはね、この世界の女神様なんだよ。そうだったらですね、お二人がお世話になっているようで、なんとお礼を言えばいいものか。気にすんなって、おかげで賑やかで楽しいしさ。ん、どうした？あ、いえすみません、なんだか昔の知り合いに似た印象でしたので。気にしないでください。はあ、そういえば私としたことが自己紹介がまだでした。私の名はイストワール、プラネティウヌで教祖を務めさせてもらっています。イストワールにプラネティウヌか。あのどうしたんですか。もしかしてお体の調子が悪いとか。ああ、いやすまねえ、なんでもないよ。初対面なのに心配かけて悪いな。うずめ、俺にも挨拶をさせてくれないか。お、そうだったな。はじめまして、ウミオと申します。以後お見知りおきを。ウミオさんですね。お二人がご迷惑をおかけしております。特にネプテューヌさんが。いえいえ、もともとこちらは寂しいくらいだったからね。少しくらい賑やかな方がちょうどいいさ。そう言っていただけるとこちらとしては安心します。なんだろう、この保護者同士の意味釈然としない会話。俺たちはガキかなんかかよ。俺にとってのうずめは子供みたいなものだけどね。え、俺ってウミオの子供だったのか。衝撃の事実発覚だよ。うずめが巨人ならぬ巨神だったなんて。なら俺ってエラ呼吸もできるんじゃないか。これなら魚どころかエビやカニも取り放題だ。
やったぜ。じゃあ今夜は豪華にカニ鍋だね。俺は比喩として言っただけなんだけどな。海代さんも苦労しているんですね。心地をご察しします。ところでイースンさん、元の世界に帰る方法を知りませんか？私たちだけじゃ全然方法が思いつかなくて。それでしたら安心してください。ネプギアさんの N ギアを仲介して、そちらの世界の転送装置とこちらの転送装置をリンクさせることで、お二人を転送させることが可能です。おお、さすがイースン。いつの間にかハイスペックになって、私も鼻が高いよ。ただその代わり、エネルギーとしてこちらの世界のシェアを大量に消費するので、その点はご了承ください。帰れるんだったらそのくらい余裕余裕。ネプギアが頑張ってくれるもんね。ネプジュニア、私だけ？何バカなこと言ってるんですか。それこそネプテューヌさんのお仕事ですよ。帰ってきたらみっちり働いてもらいますからね。なら私ずっとこっちの世界にいようかな。 Well, that's something. そんなこと言わないで帰ろうよ。私も手伝ってあげるから一緒に頑張ろうね、お姉ちゃん。本当に手伝ってくれるの？はい、やったまったく、ネプギアさんはいつもそうやってネプテューヌさんを甘やかすんですから。でね、イースン、私たち実はもう転送装置があるところにいるんだよ。本当ですか？けどこの装置あくまで同次元内の空間転送しかできないみたいなんです。それでも大丈夫なんですか？はい、転送装置であれば何でも問題ありません。では今つながっている転送装置を使わせていただきますね。なんかあっさり帰れそうな感じだな。そうだね、早く帰りたいと思ってたけど、いざこうしてみると名残惜しいよ。そうだな、いつかはそうなると思ってたが、まさかこんなに早くまた一人になるとはな。あ、そっか、私たちが帰ったらまた一人ぼっちになっちゃうんだ。けどさ、出会ってたった数日だったけど、すっげー楽しかったぜ。ギアッチも元気でな。うん、けどごめんなさい、せっかく手伝ってもらったのに、この世界のこと何もわからないままで。ギアッチが気にすることじゃない。あとは俺が気長に調べるさ。おかしいですね、そちらの装置にアクセスできません。もしかしてイースンさん、装置を調べるのでちょっと待ってください。やっぱりこの装置壊れてます。そうですか、それは困りましたね。装置が使えないとすると他に方法が。なら私が直します。調べてみないと分かりませんが、見た感じあまり損傷はないみたいなので。へえ、機械に強いとは思ってたけど、こんなものまで直せるなんてすげえな。なんてったって、私の自慢の妹だからね。ちなみにネプッチは何が得意なんだ？ Eating pudding。 私はね、どうしよう、うずめ。私、ネプギアみたいな特技何もないかも。Yeah. いや、俺に言われてもな。では、ネプギアさん、修理が終わったら連絡をお願いします。おそらく、今と同じような環境であれば、N ギアで通信ができるはずです。わかりました。それでは、修理が終わったら連絡しますね。俺たちに手伝えることはあるかい？
ひとまず装置が故障している原因を調べてみようと思うので、皆さんは自由にしていてください。またまた、本当は手伝ってもらいたいのに遠慮しちゃって。ベールほどじゃないけど、古今東西のゲーム機に熟知した私にかかれば転送装置の分解くらい楽勝だよ。ここでかっこいいところを見せれば、きっと私の有能さをみんなが分かってくれるはずだよ。どうやらさっきのことネプッチなりに気にしていたようだね。割とお姉ちゃんにはおとなしくしていてもらいたいかも。そういうことだから、こっちはギアッチに任せて、俺たちは他を調べてみようぜ。ネプキュアス。So, I think I'll end it here, guys. So, I hope you guys like this video. Leave a like, leave a comment, and be sure to subscribe for more videos like this. And I hope to see you guys in the future. So, bye-bye!